こんにちは、夢高ナビゲーターの井原玲奈です。今回ご紹介するお店はこちら、串屋物語です。ティーンズからファミリーまで幅広い世代に人気のお店らしいですよ。お腹が空いてきたので早速チェックしていきたいと思います。それでは週刊夢高ナビスタート。週刊夢高ナビ、やってきたのは夢タウン高松1階のレストラン街、串屋物語です。当店食べ放題のビュッフェ形式のスタイルとなっております。好きなものを好きなだけお席にお持ちいただいて、ご自分で揚げていただくスタイルになっております。串揚げて食べ放題、しかも自分で揚げるんですか？そうなんです。これ迷いますね。本当にどれも食べたいんですけど、おすすめとかありますか？そうですね、おすすめですと今なら期間限定でタケノコシューマイとかですね。奥には野菜もたくさんありますね、はい、やっぱりこの旬のタケノコですかね。はい、こちらぜひお召し上がりください。これぐらい、うわ、いっぱい取りましたよ。では早速揚げていきますか。はい持ってきていただいた串ネタに練り粉、パン粉の順にお付けいただいて、こちらのフライヤーの中に入れて揚げていただくようになっております。この工程から自分でするの楽しいですね。さあ、ではいよいよ揚げていきますよ。だいたい 2,3 分揚げたところでこんなにいい色に揚がりましたよ。ソースもたくさん種類があるんですよね。私はちょっと辛口をつけて、ではいただきます。うん、外の衣めちゃくちゃサクサクですよ。もう楽しみながら、しかも美味しく食べられますね。はい、いや、もう幅広い方に本当に大人気なのがよくわかります。ありがとうございます。串屋物語では5月31日までいちごのスイーツが堪能できるいちご狩りフェアを開催しています。今イチオシと言いますと、こちらですね、いちごファウンテンでございます。幸せの滝ですね。そうですね、ピンク色で可愛らしい感じでお子様もわーってこう寄ってこられるのが多く見られます。あー、たっぷりつけて、よいしょ、こうやってかけるってことですか？そうですね。デザートも串揚げも大満足。串屋物語、ぜひ来てみてくださいね。高原さん、夢得情報をお願いします。はい、串屋物語夢タウン高松店では LINE アットを行っております。こちらお得な情報が届きますので、ぜひご登録くださいませ。LINE をご利用でない方もメール会員の募集もしております。こちらも合わせてご登録くださいませ。お腹が空いたら串屋物語待ってます。